川勝知事は今日全国知事会に参加し、菅内閣への提言としてワクチンの開発に向けた基金の創設を求めました。全国知事会はオンライン形式で開かれ、秋冬のインフルエンザと新型コロナウイルスが同時に流行した場合を見据えた対策など国への緊急提言をまとめました。川勝知事はワクチンの開発に向けて1兆円規模の基金の創設を改めて訴えました。大胆な資金投入を行うことで製品化を我が国が率先して実現し、国際貢献の責務を果たすべきであると一歩突っ込んでいただきたいと。提言には GoTo キャンペーン事業を今の期限で終わらせず経済活動を支援することなども盛り込まれています。